あ、こんにちは、アイゼンジャパンのクラベです。今日はなんとセガ本社に来てます。といっても別にね、招待していただいたわけとかじゃなくてね、なんかね、うちにね、バナナが1本届きまして、これ何なんだろうなと思ってよく見たらね、書いてあるんですよ、これ10年早いんだよって。これはもうね、セガさんから誘ってもらったというふうにしか思えなくて来てみたんだけど、誰もいないんですよね。まあ、ちょっと中入って見てみます。また後ほど、じゃあね。はい、なんか中入ったらこの部屋に案内していただいたんですけど、何なんでしょうね、これバナナがたくさん置いてありますけど、ちょっとなんかお腹が空いてきますね。こんなにたくさんあるってことはちょっとぐらい食べても大丈夫かな。1本ぐらい食べてみますか。ちょっと待ったー。え、早いですよ、クラベさん。まだダメなんですか。まだダメです。はい、どうも、セガでスーパーモンキーボールバナナランプルのプロデューサーしてます、鈴木です。よろしくお願いします。それでバナナが置いてあったんですね。そうです、バナナが置いてあったんですよ。で、それを今日僕が食べればいいんですか。はい、食べていいんですけど、ただ、ただなんだろう、自由に食べていいわけではなくてですね、ちょっとご覧になったかどうかわからないんですけど、はいはい、これ見ました。10年早いんだよって、ちょっとなんか、はい、別のゲームじゃなかったでしたっけ、これ。いやそういうわけではないんですよ。10年早いんですよ。お、はい、10年早いということは、はい、何か乗り越えなくてはならない壁でもあるんですか。壁があるんですよ。今回、クラベさん、はい、まあ、スーパーモンキーボールがお好きだということで、はい、まあ、お呼びさせていただいたんですけれど、今回ですね、我々の方でチャレンジを用意したんですけれど、それをクリアしたら、このバナナ好きなだけで食べてもらっていい。ちょっと待ってください。それは、はい、新作スーパーモンキーボールバナナランブルのチャレンジですよね。はい、そうです、はい。僕でもすごいゲームキューブで1と2めっちゃやってたんですけど、はい、今回新作が12年ぶりぐらいじゃないですか。はい、12年ぶりになります。はい、僕だいぶブランクがあるんで、はい、いや大丈夫です。大丈夫ですか。そんな方でも十分楽しめる作品になってますので。じゃあちょっとぜひともチャレンジしてみたいんですけれども、はい、これチャレンジ一つクリアすればバナナ食べれるってことでいいんですか。いや今回ちょっとそんな甘くはないです。え、何ですか。チャレンジですね。3つ用意してあるんですよ。3つもあるんです。3つ用意していて、はい、でそうですね、2つクリアしたらもう好きなだけ食べて大丈夫です。あ、じゃあ3つあるうちの2つできれば大丈夫。はい、じゃあ楽勝じゃないですか。楽勝と今言いましたね。言いました。はい、楽しみにしておりますよ。ちなみにですけど、はい、万が一そんなことないと思いますけど、はい、もしもできなかったらどうなるんですか。できなかったらそうですね、スーパーモンキーボールにちなみまして、うんうんうん、猿のモノマネでもやってもらいましょうか。猿のモノマネってバナナ食べた方が早いですよ。いやそういう問題ではないですよ。失敗したものは罰ゲームをやらなきゃいけないんですよ。頑張りたいと思いますけれども、はい、いきなりチャレンジする前に僕やっぱちょっと間が空いちゃってるので、なんかちょっと、そうですね、今回ゲームご用意しましたんで、まずちょっともろもろ操作含めてですね、説明しつつ慣れてもらった上でチャレンジいければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、では今日ですね、スーパーモンキーボールバナナランブル用意してきましたので、こちらでちょっとですね、はい、遊びつつゲームを覚えていただければな。ありがとうございます。まあ、でもスーパーモンキーボールワンツーやられてれば、そうですね、全然問題ないかなと思います。まずあれですね、今回はいろんなモードがあるということで、このモンキーボールの基本的なルールを説明お願いできますか。はい、はい、こちらですね、ボールに入っているお猿さんがまあいるんですけれど、こちらは L スティックで傾けることによって、こちらキャラクターを操作するんじゃなくて地面を傾けるという形がちょっと変わってますね。はい、それで制限時間内にゴールに入れば OK。 バナナ1個落としちゃった、はい、バナナ全部取っていくタイプですか。だってこんなにバナナいっぱいね置いてあると、バナナ全部ゲームでも食べたいですね。はい、これ1個だけね、キラキラ輝いてるバナナがありますけど、これは取った方がいいんですか。はい、これ取った方がいいですね。ゴールデンバナナっていうもので、ミッションとかに絡んでたりします。これを取らないとそのミッションができなかったりとかというのが、
ここで今ミッションが何々がクリアって出てたと思うんですけど、はい、ゴールデンバナナも取るとそれでミッションもクリアとかになったりします。あ、なるほど、はい、なんかタイム のアイコンもありましたけど、一定時間以内にクリアするととかっていう条件もあったりする、はい、あったりします、はい、基本的にステージのクリア自体は全部60秒以内でクリアすれば大丈夫なんですけど、はい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 、ミッションが、はい、何秒以内にクリアとかそういうのもあったりしますので、まあ、そちらもやり込み要素ですね。まあ、バナナをまあいっぱい集めてもらうとショップの方でなんかいろんなものを買えるポイントになりますので、それで言うとね、今なんか僕のコスチュームがなんかもうバナナになってますけど、はい、最初からこんなキャラじゃないですよね。でこれ予約特典でですね。そっかそっか、ショップではないんだこれは、はい、バナナコスチュームなんですけど非常に可愛いですよ。僕今日テーマがバナナなんですよ。そうですねバナナがテーマになります。でもすごく可愛らしいみたいな。可愛いですね、はい、これね。で一応7キャラ分このバナナコッシュがありまして、キャラクターが初期に7キャラ選べるんですけど、予約特典もらうとその7キャラ分全部このバナナコッシュに切れるようになりますので、はい、お得かなと思います。あ、これは多分そのままではいけないですけど、確かあれですよね、なんか、はい、今回の君のその スピンダッシュっていうのがありまして、はい、B ボタンで貯めていただいて、おお、説明する前にやっちゃいましたね。はい、B ボタンで貯めていただいて、ちょっと押すだけじゃダメなんですね。はい、で左スティックで行きたい方向を選んで B ボタンを離すとダッシュできる。そうか、なんかどこを狙うのかを決めれるんですね。はい、左スティックで決められます。ボタン離すタイミングが結構難しいんで。そうなんですよ、そうなんですよ。なるほど。クラベさんが過去のスーパーモッキーボール1とやられたってことで、はい、その後間が空いているとご存知じゃないかもしれないですけど、一時期 B 版でジャンプってあったことがあって、ありました、ありました、はい、あ、何でしたっけ、ウキウキパーティーでしたっけ、ですね、私も若干名前が正確に言えますけど、いや、ありました、ジャンプありました、覚えてます、覚えてます、あのジャンプはちょっとあんまりなんだろう、評判が良くなかったですか。あ、でも確かにゲームにマッチしてなかった、なんかその本来のモンキーボール の、はい、制限されてる感じがちょっとなくなっちゃうかもしれないですね、はい、でそれに対して今回のダッシュって単純に加速するだけってすごくシンプルな形になってるんですけど、それがゆえに物理的にジャンプをできたりダッシュできたりっていう形で、結構そのスーパーモンキーボールの旧来のファンの方にもかなり納得いただけるというか、はい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 、ゲームシステムに親和性がすごい高い、はい、形に今回なったんですかね。このスピンダッシュの生かし方次第でジャンプっぽいこともできるっていう、はい、あ、なるほど。今回はいつもより難易度カーブは緩めにはなってます。あ、そうなんですね、はい、新規のちょっと優しめなんですね、はい、だいたい昔のスーパーモンキーボールって1、2、3ってすごく難易度カーブが超急激に急にね、なんかこう上がりますもんね、はい、なってるんで、で今回例えば日本だけじゃなくてアメリカも含めて結構プレイテストをやって、ああ、そうなんですね、何回ぐらいミスをしたかとかそういうのも全部データ取って難易度調整したんで、かなり新規のお客様でも楽しめる難易度になってます。やっぱね、スイッチで出されてると、はい、ホトマって結構やっぱその子供とかご家族で遊ばれる方も多いタイトルなのかなっていう感じがするんで、そういう意味では皆さん遊びやすいような難易度に設定されてるってことですね、はい。ただやっぱりスーパーモンキーボールで特にアメリカのお客様とか難易度高いステージコアな人たち方も、はい、多いと思うので、難しいステージもそれはそれで存分に用意していますので、まあ、いい塩梅の200ステージの配分になってると思います。200ステージってことは、はい、1つのワールドで10ステージですか。はい、そうなります。ということはワールドが20ワールドあるんですか。はい、ですね、一応ストーリーのクリアまで10ワールドって形になっていて、ほう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 、で半分ですね、まだ、はい、100ステージで、残りの100ステージはかなりやりごたえのあるものが揃ってるみたいな感じになってますね。もうクリア後の世界みたいな感じの。そうですね、はい、それはだいぶみっちりと遊べそうですね、はい、みっちり遊べますね、はい、あとはそのマルチプレイでも永遠遊ぶことができますので、かなり長時間楽しめる。あ、そうか、マルチプレイも、ね、あるんで、はい、そうです、そうです、どんどん続くと。これで僕ワールド1とりあえずクリアしましたね。てかノーミスですよね。一応ノーミスでしたけどちょっとハードル上げないでもらっていいですか。いやいや、うまいですよね。いや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 、いや、これどこぐらいで死ぬんですかね、比べたら。いや、そんなすぐには死なないつもりですけど、だって僕、はい、バナナ食べたいですもん。まあ、そうですよね、はい、でも、もう多分チャレンジもこれ余裕なんじゃないですか、ね、本当ですか。いや、わかんないです。よっしゃ、じゃあちょっとそろそろチャレンジの方に行きますか。これちなみに、はい、
あのコーデというかこのバナあのキャラクター の, あの見た目とかって一応変えれたりもしますけど、そんなに大丈夫ですか。あでももう今日はバナナ食べたいんでこれを着ないと多分無理だと思います。わ、はい、かりました。これで気合が入るんでこれでいきましょう、はい、これでいきます、はい、はい、それではじゃあチャレンジいきましょうか。頑張ります。じゃあ1個目のチャレンジですけど、はい、ですね、ちょっと高難易度のステージを10回以内でクリアできる。お、なるほど。10回もチャレンジできるんだったら、まあ、クラベさんだったら余裕ですよね、うんうん、僕だったら余裕余裕ですよね。で、ステージなんですけれど、はい、6-3 のバウンスボールっていうですね、お跳ね返るやつだ、はい、これボールがゴロゴロしてるんですけど難しいと思います。なるほど。でも倉部さんのあの腕前だったらいけるんじゃないかと思います。僕の腕前だったらいけるんじゃないかと思います、はい、ちょっとまずは試しですねはい、10回以内だったら成功ってことですね。10回以内だったら成功です。あのちょっと数えておきましょう。ちょっと私も忘れちゃうんで、はい、数えます。1回目にちょっと格好つけてクリアしたいところですけどね。1回目にクリアされてたらちょっと若干の僕としては悲しいですけどでもそれもそれでありですね。おお。一応あの言っとくと別に事前にこのステージ練習とかはしてません、はい、初見です。なるほど。このボールに踏まれないようにする。そうですそうですそうです。ああ、なるほどね。こう来た時に行って動いた時にこう行くのね。あ、これ待っちゃダメなんだ。この間待っていいんだ。こう行ってすぐ行かないとダメだね。で行くと、お、これも順調、順調に行ってますよね。これは一発でいっちゃうかもしれませんねこれはいけそう。これは結構スピードが必要で、はい、これも待っちゃダメで、お、あ今ね、はい、ゴールドバナナ取りたくて、いや余裕がありますねだいぶそれはゴールドバナナでも取ってクリアしたいな。これはさすがですね。いえいえ、その悪な寄生神いけそういけそう。よいしょ。結構後半の方だいぶ速くなってますけど。あ、ね、スピードが上がってますよね、はい、ボールの。そうなんですよ。ここ早いね。比べてみると一発両手。ああ。ああ。即死じゃないですね。ダメージ食らって吹っ飛ばされてっていう。はい、やっぱ2回。リカバリーできなくもなかったですね。今そうですね。なんで。これあれですね、本当にゴールデンバナナを取ってクリアするかどうかはちょっと楽しみですね。そうですね諦めていいんですよ別に。言ってしまったからにはちょっとねあの、はい、ダサいですよね。これでゴールデンバナナ諦めちゃったら。いやいや、いいんじゃないですか。でもあのアップね、まずクリアちょっとそこで終わってるのはちょっと悲しいですよね。ここで止まればあやばい。最初1回目が一番うまかったですよやばい、失敗しちゃうんじゃないこれ。でも僕の腕前だったら大丈夫ですよね。ちょっとラストチャレンジ、あやばい、いやいや、あと2回ある、はい、あと2回、あと2回、やばいやばいやばい。ちょっと黙ります。いや黙っていいですよ、本当に本気になってくださいここは。いやよいしょ、いい感じですね。怖い。あくそちょっと今ビビりました。ラストラストです。やばいな。ラストです。ちょっと待ってよ。めっちゃ緊張してる。そうですよね、あのこれミスれないってミスれないですね、ちょっとすごくプレッシャーですよねこれ。いけ、おお、素晴らしい。行き過ぎた。いや大丈夫です。そこがゴールか。いけますね。これはめっちゃドラマ性ありません。これ素晴らしい。素晴らしい。10回目クリア。狙ったかのように最後にクリアしましたね
役者ですね。実は狙ってましたね、これ1回目いけるなと思って手を抜いたんですね。ちょっとここ見せようかなって。いや、さすがです。でも実際どうです、難しかったですなんかね、最初、はい、はい、こういうことねって、うんうん、こういう時にこうボールが、はい、浮いてる時に行けばいいのねってちょっと高くぐっちゃって、はい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 、でこうスピードが変化したり、うんうん、ね、最後こうここセーフかなと思っても、はい、それで結局当たったりして、なんか最初の見た目よりは難しいと感じましたね、はい、で最後はあれですよね、あそこ一回一直線でそのまままっすぐ行ったのよかったかもしれないですね。あそこ直接右に曲がってゴールに行くと結構時間がその方が、あ、でしょうね、はい、かかったりするんで、事前にそこもちゃんとゴールがどこにあるのか見れば余裕になってくるけど、はい、そんな余裕なかったですね、はいはい、いや素晴らしいですやっぱ 1と2をかなりやり込んでいたというのは今ので分かりましたよ。ありがとうございます。でもめっちゃドラマありましたね、今ドラマありましたよ。じゃあ次のチャレンジも行きましょうか頑張ります。はい、では次のチャレンジなんですけれど、はい、ショートカットチャレンジっていうのに、はい、チャレンジしてもらおうかなと。ショートカット苦手なんですけど、はい、頑張りたいと思います。でですね、ステージなんですがワールド1の10でですね、まあ、ワールド1だったらいけるんじゃないですかね。今簡単だってちょっと思ってますね、うん、ステージ1はいける結構今回のショートカットは難しいと思います。1の10こちらですね、はいはい、あ、このステージありましたね。こちらのステージでショートカット、始まってすぐのところジャンプすることでできるんですけれど、はい、それを20回以内で成功させればチャレンジ成功と。これですね。うわ、むず。はい、これです、これですこれは難しいよいやー、先見ましたけど、これむずいんじゃないですかね。と、あ、いきなり成功したよっしゃ早いよ、くられさん。これはバナナ食えますね、今日。すいません、私の負けですよっしゃ、ちょっと動画を見せるのは失敗だったかもしれないな、これ確かに動画見たらこれはむずいなと思いましたけど、はい、逆にちょっとよく見てどのタイミングで飛べばいいのかを、かちょっと作戦ミスですね。見てしまいましたね、はい、これは作戦ミスですねまあでもバナナはもういいですよ、食べてもらってもう食べれると、はい、でももう一個でも、まあ、せっかくですしチャレンジしてもらった方が、それはもう3つとも全部成功して食べるバナナがきっと一番うまいでしょうから、はい、で一応ですね、ちょっと僕のポケットの中になんすかそれはこれなんですけど、これにぎにぎするやつで、特典で、あれアジアの方でちょっと特典でこういうもの作ったんですけど、成功したらこれももらえると、これも食べれるってことです。これは間違えて食べちゃうと大変なことになりますよ、はい、そうですね、はい、これもよければっていうところで、これね、はい、じゃあ3つ目のチャレンジも頑張りたいと思います。はい、じゃあですね、もう我々の敗北は決まったわけですけれど、はい、最後のチャレンジなんですけれど、はい、タイムアタックっていう、はい、ものありまして、でこちらの方で特定のワールドを、こちらで指定した分数以内にクリアできたら OK ってもらえる。ステージじゃなくてワールド全体ってことですか。はい、じゃあ10ステージ分をはい、何分以内にできるかっていう、はい、ああなるほど。で今回はワールド4の金ピカ寺院っていうところですね。ほう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 、ちょっと日本っぽいステージなんですけど、はいはい、こちらを7分以内にクリアできるかどうか。なるほど、はい、7分以内にクリアできましたら、こちらのにぎにぎバナナのこのにぎにぎバナナのために僕だいぶ頑張らなきゃいけないこれあれじゃないですか、使用した皆さんにあげてたやつじゃないですか、はい、いやではないです、これ結構レアなやつだと思います。じゃあ頑張ります、はい、このワールド4も全部何分以内。はい、はい、何分以内です。まあでもクラメさんちょっと前にいけちゃう可能性は全然あるかなと思って。またまたハードル上げていやでもさっき一発でクリアしたされちゃいましたからね、自分でちょっとハードル上げちゃいましたよね、さっきは。でもうまいですもんね、実際ダッシュ&ダッシュ、これはもう余裕ですよ、うん、これ時間の優先だからゴールドバナナ無視しますよ。いいんですか。はい、いいですまあそうですよね、7分ですからねうん、まあまあ、よいしょ。でも順調ですね。
7分だから、おい、だいぶ飛ぶな。うわ、怖え。あ、大丈夫だ。で、こういって、あ、これいかないんだ。あ、分かった、これスピンダッシュを使えばいいな。そうです、そうです。よいしょと、 OK、 これ34秒、はい、一応このままいけばいける、はい、いけるってやつですね。1ステージそのままいけば、まあ、だんだん難しくなっていくんですけど ね、 ね。あ、これ急いじゃうと落ちちゃうよ。あ、そういえば、あの、1回負けるとその時間も加算されるんで、はいはい、なるほど。じゃあゲームオーバー NG だ。ゆっくり、うん、ある程度ゆっくり、ね、ある程度急いでっていう、そのバランスはむずいですね。リスクの取り方が、はい、そうですね。こういうステージは特に早く行っちゃうと、ここもショートカットありそう。ああ、はい、落ちた。まだ大丈夫です。リカバー効きます。リカバー効きます。ショートカットもあるんで、まあ、狙ってもらっても全然、いや無理、大丈夫ですよ。無理ワールド1のこのタイムアタックの時とかは本当ショートカットとか結構みんな、それあれですね、そのショートカットを知ってるとできるけど、はい、多分いきなりタイムアタックではまだ使えないでしょうね。はい、タイムアタックを入る前にちょっと、あっ、やばい、これ残り6分ですよ。あ、もう1分使っちゃった。はい、まあ、もう我々の敗北はもう決まってるんで、まあ、いや、でも僕はちょっとここまでちょっと勝たないとちょっと気が済まないですね、はい、結構強欲ですね、倉部さん。もう全部勝ちたいです。全部勝っちゃいですか。まあでも、あ、ここむずいな。ここゆっくりいかなきゃいけないですね。落ち着けば全然いけるんでしょうけどね。やっぱタイムアタックだと落ち着けないっていう、はい、焦りますしね。焦りますね。でこれワールド4の2ステージ目と、はい、やっぱワールド4だとだいぶいきなりでもないか、でも難易度上がってますね。ああ、先ほどに比べるとやっぱりそうですね。ゆっくりいけば大丈夫。うわっ、あ、ここ動くんだ。比べさん、あと5分です。いや、あのね、あと5分です。初見でタイムアタックはダメですよ。確かにちょっとそもそもお題が無茶っちゃえば、いや、はい、ちょっとこっから頑張ればまだワンチャンあるかも。はい、ワンチャンないわけじゃないですね。これ待つ必要がある。一気に行きたいけど無理だな。ここの時間惜しい。もったいない、ね、この時間。結構ここで 10秒とは言わないと。 OK、 今全部で2分半、はい、まああと8ステージ深呼吸です。あと8ステージで残り4分半か、はい、まあ、いけなくないですね。ダウンステップ、あ、これ面白いですね。階段みたいになってるんだ。こことか、はい、あの、気持ちよくポンポンポンといけるとおっしゃっていますけれども、はい、ポンポンポンと落ちる可能性もあるんで。そうなんですよね。怖い、これも絶対ショートカットできるな。そうそうそう、ここ結構ね、スピードが乗りがちなんで。あ、でも冷静にだんだんこの感覚がね、狭くなってて、ユーズが効かなく、あ、OK、 バッテリア素晴らしいですね。これ35秒、はい、あと4分なんで、これ4分で7ステージ、結構いい勝負になってきそうですね。はい、なると思います。ここ、あー、なるほど、これは分かったかも、うん、これ今見た瞬間分かったかも。あ、クリアに、これあれなんですよ、待たないで斜めに行っちゃえばいい。あ、素晴らしい。は、やばい、早いですね。よっしゃ、早いですね。 OK、 10秒だ。あと4分あるんでいけそうですね。いけるかもしれないですね。これ何個目のステージ、これが4の4、4の5か、まだ半分は来てない。でもちょっとこれ時間がかかるステージなんですよね。どうしたらいいんだ。そうクリア方法とか。あー、これね、わかりました。あれなんですよ、起動させなきゃいけない、はい、全部か。全部ですね、これ。教えていただきありがとうございます。なんでちょっと時間がこれかかりがちなんですよね、このステージ。これ全部いった。お、あ、もったいね、これ。お、乗った、素晴らしい。早いですね、30秒でクリアしちゃいましたからね。一応まだこの調子でいけば、このステージ2だけがすごいもったいないことしましたね、はい、そうですね、あそこで思いのほかはまりましたよね。それ以外でミスしてないでいけます。今のところいけてますね。
これあれですね、そのステージが始まる前にステージのレイアウト見せてくれるのありがたいですね、はい、あれを見て、はい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 、挑むと、さすがにそれも見ずに挑むのはちょっと果敢が過ぎますもんね。そうですね、でもそれがあるのはありがたいですね、はい、あ、こういって、これ、あ、このボール動かさないといけない、できた、よし、サクサクですね。今何分ですか、4分、はい、あと3分ある、ありますんで、余裕じゃないですか、いけそうですね、いけちゃいそうですね、これまあ、はまらなければですけど。あ、なるほど、これはもう、もうここは登れないですよね、だから分かっちゃいました、多分これを使うんだ、よいしょ、お、よいしょ、お、よいしょ、お、あれ、あ、来た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 、あ、ダメだ、お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 、オッケー、オッケー、 あ、リカバリしちゃいましたね。お、これ急いでいける、お、よし、28秒、だいたい普通にやると30秒前後でクリアになりますね、はい、そうですね、はい、まあ、クラベさんがうまいのもきっとあるんですけどね。いや、何回おっしゃいますか、これはもうどんどん緊張してきますね。そうやってプレッシャーをかけていくしかないですよね。7まで行きましたか、狭、あ、そっち側行くんですね、お、細い方にわざわざ行くんですね、ちょっとカッコつけようと思いましたけど、ちょっと調子に乗りました、調子に乗っちゃいましたね。いや、いいんですよ、太陽を言っていただいて。いいんですよ、全然。これまた最初の1個目のチャレンジみたいに、はい、超ギリギリのクリアになるかならないかみたいな感じになるかもしれないですね。確かに、ないんですね。あ、これ、これ触っちゃダメだ。あ、バンバン。お、これはじゃあ、ちょっと安全を取ります。まあ、それが確実だと思いますよ。それが僕の実力の限界というか。まあまあ、お題をクリアしてなんぼですからね。本当に。まあでも、よいしょ、いけた。あ、いい感じですね。あと1分半、ね。1分半でステージがあと3、あと2つか。はい。はい、あ、じゃあいけそうですね。ミスらなければいけますね、多分ね。はまらなければ。はい、ああ、これもうもう分かりました、これ、はい、ジャンプしてゴールを目指す、これ結構ハマる人いますね、サクッといけたらもう一気にもう勝ちですよね、あ、こうゆっくりとタイミング合わせてこれくらいで、わあ、くっでも上手いからいけちゃうんですよ、いけた、よっしゃ、早い早い、やられましたね、これ次ラストステージですか、ラッシャーはショートカットを華麗に決めていただいてもいいですよ、いやいやいや、左側の手には乗りません。TV でこれ出てるんですよ、左側にショッなんかやろうとしましたよね、今左側っておっしゃるから、なんかやろうとしましたよ、ね、1分ちょっとあるんだ、まだ、いや、ちょっと安全に行こう、うんうんうん、ね、危ない、なんか怖いですね、これうわうわ、おおお、あ、いっちゃった、惜しいっすね、あと1分、もう余裕ですよね、でもいっぱいあるんで、余裕かな、お、うわ、あ、怖いな、これゆっくり行ってもダメなんだ、これどっかでジャンプ台使わないといけない、しないといけない、もう最後の方に行けば、ここだ、お、あ、早すぎる、今ちょっとここだってかっこよく言ったんですけど、ちょっとここじゃなかったですね。どのあたりでジャンプがベストかが重要なポイントですね、そうですね、多分ここだと思う、お、あ、やつ早すぎるんだな、そう、1個前と同じ失敗の仕方ですね、そうですね、ここではなかったので、ここではなかったんですよ。はい、さあ、さあ、ここだ、ここ、お、そこ行きますか、ここだ、あと、あともう時間ないわ、重いんですか、減ってきましたね、あ、ダメだ、やばいやばい、あと20秒、でもまあそういうところでギリギリで格決めるのがクラベさんですね、それが僕のやり方ですよね、はい、分かってるんですよ、ありがとうございます、あ、怖い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 、これ間違えて踏んでもダメなんだよね、ここだ、お、 OK、 お、じゃあちょっとここで待って何ですかその余裕の、ヒュー、よいしょ、あ、素晴らしいです、ぴったし7分、おー、
なんかめちゃくちゃお題を決めるのがうまいですね、はいはい、ちょうど僕がギリギリ、そうですね、あの2個目のチャレンジが失敗しましたけど、ちょっと自分でも驚きでしたけど、いや、いや、でもやっぱ倉部さん、あの、まあ、昔やられていたし、あの、分かるうまさかなと。どうですか、あの昔のスーパーモンキーボール1、2に比べてどうでした？いや、だからギミックがすごい増えてきたなっていう感じがしますね、うんうんうん、なんか特にこの今ワールド4やって、はい、なんかね、そのボールを動かすとか、ジャンプ台をちょうどタイミングよく踏むであるとか、はい、あの竹みたいなやつを使って登るとか、はい、なんかちょっとそのあとね、スイッチを起動させるやつとかもあったりして、はい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 、ちょっと最初入っただけでは、ん？どうしてほしいっていう、なんかその、うんうん、単にそのテクニックだけじゃなくて、うんうん、その洞察力みたいなものが問われるステージもあったりして、うんうんうん、はい、そこがなんか元のモンキーボールにはそこまでなかったのかなっていう感じがして、うんうんうん、そこは新鮮でしたね、はい、あとやっぱりね、スピンダッシュをどういうタイミングでどこまでこう使いこなせるかで、多分それこそタイムアタックとかもすごい有利になるのかなっていう気がして、はい、そこはもうちょっと練習が必要だなと感じました。タイムアタックもそうですし、あと今回あのバトルモードって16人のマルチプレイありますんで、はいはいはい、そことかでもやっぱ、はい、あのよりテクニックを、あの、はい、人と差をつけるときにスピン出しとかってやっぱ重要になってくるのかなと思います、はいはい、いや、でも本当にステージをクリアするだけでも楽しかったですし、はい、うん、それこそ人と一緒にもあの、うん、遊んで楽しめるんで、後半のステージどんどん難しくなることを思えば、はい、結構この緊張感気持ちよかったんで、はいはい、あのゲーム本編でもじっくりと味わいたいなと思いました、はいはい、発売がいつでした、はい、6月25日発売になります、はい、Nintendo Switch 向けで、Nintendo、 はい、はい、スイッチになります。ぜひともあの遊べばね、あの、はい、ご自分にあのご褒美としてバナナ買ってもいいと思いますし、ね、そうですね、はい、でも本当あの倉部さんのようにあの昔スーパーモンキーボールを楽しんでた方もすごく楽しいと思いますし、うん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 、あと今回新しい方でもそのバトルモードのオンラインがあってとか、あの新しい方でもすごく楽しめるような形で今回調整とかもしてますんで、ぜひ皆さんもみんなでワイワイ楽しめるということで、はい、楽しめると思います。僕も楽しみにしてます、はい、じゃあですね、あのこちらのバナナですね、本物も食べてもらえればと思いますので、結構あるんで、あのこの会議室はまだまだ取ってあるんですか？はい、大丈夫です。あのあといっぱい取ってありますんで、まあ全部完食するかどうかの比べたにはまたこれ4つ目のチャレンジじゃないですか、実は。最後にバナナ食べれるかチャレンジですね。はい、はい、じゃ あの、はい、ゆっくりと食べさせていただきます。いただきます。もうないの？まあこんぐらいか。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。ボールに入ったお猿を転がしてゴールを目指せ、スーパーモンキーボールバナナランブル。最新作のスーパーモンキーボールは最大16人でぶつかり合うはちゃめちゃなバトルモードが登場。最後まで何が起こるかわからない嵐が巻き起こるレース。誰よりも早くゴールを目指せ。バナナコレクター、バナナを一番集めたお猿が勝ち。ロボブレイカー、とにかく壊してスコアを稼ごう。他にもルールやステージが盛りだくさん。シングルプレイでもはちゃめちゃに熱狂。落下しないように気をつけながら最速でゴールを目指そう。新たに200ステージ搭載。待ち受けるいろんなギミックに挑め。さらに4人同時プレイもできる。コーディネートもめちゃくちゃ充実。バトルやステージクリアでコーデパーツを集めよう。あっちもこっちもやめられない、止まらない、はちゃめちゃお猿体験。
ーパーモンキーボールバナナランブル、2024年6月25日発売。予約するとバナナの着ぐるみがもらえる。ウキー。